えー、こんにちは参議院議員の西田翔次です。今日は2月の24日金曜日です。えー、実はですね、えー、今日、えー、本会議があったんですけれども、えー、その時に私は、えー、来週実は参議院に回っていきます、えー。公民給料を削減するという法律に断固反対だ。だからもう一度参議院でこのことを見直すために議論してくれということを提案しました。で、来週、これ実際されるんですけれども、まあ、要するに、この問題の、 本質をですね分かっている人が全くいないんですねで公民の数給料何で削減するのかとでこれはですねもともと民主党が言い出したんですね2割削減するとで2割削減するというね根拠は何かと全くないんですよないままマニフェストに書いて2割削減しますと言っていたんですで,でそして彼らはですね公民の給料を下げるというそのことをですねまあ表すために 人人勧告があったんですけれども人人勧告は無視してですねとにかく人人勧告でも、まあ、下げることになってるんですけれどもそれよりも大幅に、えー、78%下げるという話をしてきたんですねでそこで何、えー、でそんなことをするのかというと要するに公務員に今ですね、えー、この震災で厳しい状況だからその彼らに痛みを分かち合ってもらうとでそのおかげで復興財源に充てるんだとこういうことを言ってますけれども 本音の部分の一番大事なのは要するにですね、えー、彼らは民主党はですねその支持母体である連合でここのですね、えー、自治労など公民の組合に対して労働協約締結権を与えていくということを約束してるんですよそれは何かというと労働三権というのがありますねでところがこれは えー、公務員はですね制限されてるわけですよ団結権もスト権もですね、えー、団体交渉権もこれ制限されてきてるんですねでその代わりその団体交渉をしないでもあなた方の給料は民間が団体交渉して決めていきますねとでその給料が景気良かったら上がるし悪かったら下がってくるとそれを参考にしてですね民間の近似のその同じような地域の業種と比較してそれで 給料を決めていきましょうと自律上だから民間のそういう仕事に準拠する形でされてるわけなんですねでその代わり団体交渉で給料を決めないといととうことですよでなぜこうなってるかと言いますとね団体交渉で給料を決めるとどうなるかと民間の場合でしたら皆さん、ね、民間で給料を上げろと言っても今不景気で例えばパナソニックでもですねソニーでも合わせて1兆円近い損失が出てるんですから このとこでどんどん給料上げちゃえばですよ。会社潰れちゃいますよ。だから悪い時には上げられないんですよね。ところが、この民間会社じゃなくて公務員の場合には、これ結局は税金で取ってね、やっていきますから、で必要な仕事をやるためには、当然税金取らなきゃなりませんし、その税金をどんどん取っていけば、いくらでも給料を上げられるんですよ。自律的な関係というけれども、要するに自分たちでお金儲けしてるわけじゃないですから、 これはですね、そういう形で給料を決められてしまうと、非常に公務員天国になるんですね。で、これが問題だから、このスト権、そのそういう制限が与えられてるんですよ。その代わり民間準拠でやっていくと、こういうことだったんですね。ところがそれを民主党は、この尻部隊の連合の一番の、この、まあ、悲願であった団体交渉締結権、給料を自分たちで決められますよというのをやるというね、これはもうとんでもない話を、 約束したために、その代わりあんた方、今ちょっと痛目にあってくれと、給料ドカンと下げちゃうよと、こういうことなんですよ。だから、これは許されませんからね。我々自民党は絶対に、その団体、あの、交渉締結権は認めないということを明言してますけれども、まあ、その前に民主党自身がですね、給料削減してる、削減、2割削減どうなったんだと、これもマニュアルト違反じゃないかということをどんどん言ってきましたから、彼らが、じゃあ、下げますと。 で人事院勧告もちゃんと守ってそれからプラス下げるならいいけれどもどうするんだって言ったら結局最後それもやりますわっいう話になっちゃったんですね。それでまあじゃあいやお前たちがいいと言うならつまり組合がいいと言うななら下げればいいいいじゃないかという話になってますがそもそも待っていただきたいのは今言ったようにですねそもそもこの話の前提であるのはこの労働三権を彼に与えていくという裏約束,裏約束から始から 民主党が来た話なんですよでこれが今そんなこと絶対我々させませんけれどもさせずにこれどんどん下げちゃっていっていいのかというと結局ですねこれ公務員っていうのはスト圏も何も制限されてるから民間準拠で人人制度でやるというのにその人人制度を無視してですね大幅に下げるというのは完全なこれは違法行為ですよまさにこれ憲法上の、えー、法の下の平等だと言ってるのをですね公務員だけ いわば震災復興のために増税しているのと同じことなんですよ。これ。で、そういうことをして、果たして通りますかと。これ、法律的にかなり問題であります。で、そういう問題があるのと同時にですね、もっと根本的に私言いたいのは、そういうことをすると一体どうなるのかというと、完全なデフレになるんです。で、これは後で資料をまたこれ読み込んで、皆さん方見ていただきますが、 これはですね、私の友達の,の、京都大学の藤井先生にですね、えー、私がこの話を申しましたね、先生、彼らが言ってるような、このですね、給料削減すると、完全に GDP 下がっちゃいますね、と。税収もっち,ちゃいますね、と。という話で、暴露のシミュレーターでこれ出してくださいと、と。出してもらったんですね。で、これによりますと、ここに書いてありますように、えー、要するに、年間2940億円ね、えー、この減、あの削減すると。 でそのことによって、2年間で、えー、に税金がです、ね、1300億円以上、税収が落ちちゃうんです、GDP が落ちますから、そしてさらにですね、GDP そのものは、えー、2年目だけでも3800億円で、1年目と合わせると、ね、4000、5000億円ぐらい減っちゃうわけですよ、それは当たり前ですよ、6000億円ぐらい増税しちゃうわけですからね、それ減るのは当たり前なんです。 だから、こう減ってくると一体どれ何が起こるかというと、これは今、単に国家公務員だけの話ですけれどもね、地方公務員にもしろと言ってるわけですよ。地方公務員にするともっと拡大します。そして、国家公務員は地方公務員の給料に準拠している様々な職種があります。大学の先生方もちろんそうですし、病院に詰めてる方々みんなそうですけど全部給料下がっていくんですよ。果てしなく給料下がっていきます。そうすると、 ただでさえですね、今税収不足になっている、財政再建しなければならないと言っている、その税収不足の原因は何かといえば、要するにデフレなんですよ。もっとはっきり言えば、給料がどんどん下がっていることなんですよ。それが原因なのに、給料を下げることを加速させていけば、これは片っぽで、消費税いくら上げていってもですよ、これ絶対税収増えないんですよ。経済がシュリンクして潰れちゃいますと。だからそこを分かっているのかということなんです。 私が反対しているのはね。それともう一つ大事なのは、そもそも公務員バッシングがされますけれども、公務員の給料が高いか安いか、先ほど言ったように、ね、民間と比較して高いか安いかという仕組みをやってるんですから、ね、だから高くないんですよ、そもそもが。これはね。でもちろん民間の自営業者の方々は、ね、あのそのもっと大変なんだとおっしゃる方おられるでしょう。当然ですよ。私もそれはよく見てます。だからこそですね、 給料を下げさす方向じゃなくてみんなが所得が上がるようにデフレからインフレ方向になるような経済政策をしなければ民間の事業をされてる方々の所得も給料も上がらないんですよで、それを指すための政策をせずにですねデフレ政策やってどうするのかという話ですから給料の多い少ないはまあ、そのこう,こういうこ実態をね、ぜひ考えておいていただきたいということそれとそもそもこの数がですね公民の数が本当に多いのかという話です でこれも後で資料を見てくださいこれは野村総合研究所が平成17年に作ったです、ね、資料なんですがこの中見ていただいても分かりますように日本は他の国と比べまして人口はです、ね、例えば日本とイギリス、フランスアメリカ、ドイツずいぶん違うんですで日本はアメリカについて日本人口が多いんですけれどもその中でも極端に公務員の数低い少ないんですよ。これはこれ極端に少ないんです このこともぜひ皆さん方にしていただきたい。つまり日本は非常に効率的な組織でやってるということです。それから、その延長線上に来るのが国会議員の定数も減らせという話ですよ。もう狂っています。で、これを見てください。国会議員の議員定数、100人、100万人あたり何人かというやつ、国際比較、これも後で見てください。これはもう、ものすごく日本は国会議員の数少ないんです。で、これよりも少ないのはアメリカだけです。 でアメリカはなんで少ないのかというとこれはですね要するにあの連邦国家だからなんですよ要するに州がそれぞれ国です州で州兵もあるぐらいですからね非常に高い自治権がやってまして連邦政府がやることは安全保障経済の総合対策そういうことだけに限られてくるんですよだから少ない人数で議論するのができるんですそれでそこから考えますとね日本は どういうことかというと、要するに、大変国会議員の数が少ないんです。で、これで困ってるんですよ。で、実は私、国会議員になって、まあ、5年目ですけれどもね、国会に来て一番びっくりしたのは、副会議員やってる時はですよ、一つの常任委員会、ね、やっていれば、その常任委員会で、他の委員会と重なることがありません。つまり、一人がその委員会、千人で議論してるんです。ところが、この国会はですね、もういろんな委員会、 ね、掛け持ちで一人の人がやって、そして実際に掛け持ちでやってるんですよ。で、かつ、その国会だけじゃなくて、その意思決定するのは国会以前に、党の中の議論がありますね。党の中で様々な部会、これ朝8時からずっと毎日やりますけども、これもですね、いろんな部会,部会が開かれていて、重複でやってるんですね。で、それをみんな掛け持ちで回っていくんですよ。ね。 ですから、議論していくのに、非常にですね、人数が足らないから、みんなけ持ちでやっていってるんです、実際は。そして、もっと大きな問題ですよ。で今、えー、政治主導だということで、どんどん政治家が、その政府の中に入ってきてますね。で、民主党政権になって、特にですね、この政務三役を充実させていくという話でやってますよ。だから、大臣だけじゃなくて、副大臣2人いる、それから政務官も何人もいる。 だから、大臣がですね、確か18人、9人ほど、20人近くいるんですよ。で、その元に、4、5人の政治家がまた、そういう役で入ってるんですよ。そうすると皆さん、要するに政権政党になったら、政府の中に100人近い人間がですよ、入るということです、政治家が。ね、で、その今、今で、今で、ただでさえ480人しか衆議院、例えばいませんね。で、参議院も合わせて、参議院が240人ですが、この700人余りの、 この中で、これドーンと減らしていくとどういうことになるかというとですね、まず、与党になった時に政府の中で100人取られるんですよ。ね。そして、取られるだけじゃなしに、政府の仕事以外に党の中で政策決定の議論をする。で、それ誰がするのかと、その100人を除いた人間がいるんですよ。もう議論する人がいなくなってくるんですよ。で、国会で議論する人間もいなくなってくる。それともう一つ大きな問題は、要するに、小選挙区制にしましたね。 で小選挙区のに選出何が目的かというと政権交代なんですよ。ね。政権交代可能な仕組みだと言ってやったらそれはそれでいいですよ。ところがそのためには政府与党側にそれだけの人間がいるだけじゃなくて野党側の方も実は政権の中には人間はいらないけれども議論する政策を立案して決定する会議をするための国会議員がですよ。やっぱり何百人絶対必要なんですよ。これね。でこれを減らしまうとどうなるかと。 議論する場がありません、ね、おそらく政府が作ってきた役人が作ってきた法律を十分各方面から議論をすることなしに次々これはですねもう事実上国会の議論政府内の議論それから政党内の議論が十分できずに全部素取り上がっていっちゃうというねとんでもない仕組みになるんですよつまり政府が機能できないんですよだからよその国はこれ見ても分かりますようにね それなりの数がいるんです。ね。そしてアメリカの場合には連邦制でやってますけれども、この少ない人数でやるのを補完するために、圧倒的にスタッフの数が一人当たりつけてるわけですよ。それはそうですよ。私今言ったように様々な部会行きます。私がこれ行ってやってるわけですよ。彼らはその代わりに、その政作スタッフ、何十人いるスタッフが手分けしてやってるわけですよ。ね。だからそういうことを考えてくると、 今まで言ってきている、この公務員の給料を下げるとか、国会議員の数を下げるとか、給料を下げるとか言っている話は、そもそもデフレを作ってしまうだけではなしんですね、国家の機能そのものをですよ、壊してしまうんですよ。こういうバカなことを今やってると。で、そのために日本は国力を失って、方向性わからなくなってきて、とんでもないことになっているということ。ぜひここをですね、皆さん方にしていただきたいんです。今日は触りの部分だけ言いましたけれども、これは何度かですね、皆さん方にこれは、これから複数回、 お話をして、もう少し丁寧に説明していきたいと思いますけれども、なぜ私が公民給料削減とか、ね、こういうバカなことはダメだと言ってるのかということを、ぜひご理解いただきたいと思います。えー、今日もご覧いただきまして、ありがとうございました。